佐世保市の北西およそ60キロに浮かぶ宇久島。五島列島の最北端に位置する自然豊かな島です。過疎化が課題となっている島の活性化を目指そうと建設が計画されているのが、国内最大規模の太陽光発電所メガソーラーです。計画が事業認定されたのは2013年。最大の目標というのはやっぱり島の再生ですね。でいろんな波及効果が出てくれば、それが大きなものにつながっていくんじゃないかなと。現在京セラや九電工などで構成する宇久島未来エネルギー合同会社が事業を進めています。事業用地は東京ドームおよそ150個分、島の4分の1近くを占める720ヘクタールでパネル150万枚を設置。発電量は480メガワットで全て売電する計画で、一般家庭のおよそ17万3000世帯分の年間使用量に相当します。今年中の運転開始を見込んでいましたが、未だ稼働には至らず、資材置き場の整備や変電所の工事などが進められています。事業者は遅れている要因を、新型コロナウイルスの影響でおよそ2年間にわたり作業員が入ることができなかったと説明しています。一方、住民の間では反対の声も。この規模のものって、まあ、前代未聞でできてない、日本国内で。それをこんな小さな島でやるっていうから、もう影響が計り知れないというふうに私たちは思ってますし、島民なんでもう逃げれない、もうその中で住んでいくしかない。島民で作る宇久島の生活を守る会は、佐世保市を相手取り行政訴訟を起こそうと先月26日長崎地裁に訴状を提出しました。訴状では事業者側が市道や水路などを無許可で占有改造しているなどと主張。市に対し事業者に違法行為の確認や原状復帰を請求することなどを求めています。また売電するためには本土と島を結ぶ海底ケーブルを設置する必要がありますが、県北の複数の漁協が漁場環境の悪化を理由に反対し、交渉が続いています。事業者は人口減少や農林水産業の不振など課題がある中、事業の推進で宇久島の振興に寄与したいとして2025年度中の稼働を目指していますが、計画は不透明な状況が続いています。